こんばんは。これ、音聞こえるかな？ ちょっといつもと音質が違うと思うんですが。イヤホン、マイクなので、聞こえづらいとかあれば。こもって聞こえんだ。聞いてみようか。自分の。聞けねえわ、これ。そうだった。ゆうなちゃんになっちゃった。違う。ゆうなちゃんの声、今、ちょっと大丈夫なのよ。あ、黙っちゃった。ゆうなちゃんになっちゃった。まあ。どうかな。まあ、ちょっと音質が悪いよぐらいか。揺れちて。ということで、まあ、あんまり長い時間はやらないんですけど、15分だけとか。ということで、改めて本日はオフラインおしゃべり会でした。ありがとうございました。多分ね、イヤホンで聞いてるとね、ちょっと聞きづらいかも。もしかしたら、スピーカーというか、そのまま端末からの音声の方が聞きやすいかもしれない。ちょっと、ま、環境次第だと思うんだけど。そう。今シングル最後のオフラインおしゃべり会が今日明日なんですけど、その1日目ということでね。楽しかった。みんな東京は昼の みんなさ、人が変わるところのさ、ギリギリに来るよね。3、4部、3、4部、違う、4、5部が、4、5部が人多いよね。だから4、5、6が人多いんだよね、多分。で、今日は生誕 T、東京でも来てほしいっていうのが、意見が結構あったので、それと、あと、あざとニットは11月17日の予定だったのを持ってきて、で、あと、ちょっと懐かしのね、黒髪ロングっていうので、ちょ、まあ、黒髪ではなかったんだけど、ロングウィッグというので、新しくウィッグを購入しまして、つけてみたんですが、結構、ナチュラルな感じですごい好評でしたね。メンバーにも、ちょっと前の日の見たいってみんなに言われて。そう。とても大成功だったんじゃないでしょうか。そう、あれは、メルティココというファッションウィッグ
て、ウィッグの専門店、コスプレの専門店のウィッグの中の、コスプレのウィッグの専門店の中の、コスプレ用じゃなくてファッション用のウィッグなので、セットとかも、まあ、コスプレのに比べると少なめだし、いろんな種類があるんですけど、それの一つでしたね。なんか、ウィッグの黒髪だと、もうめちゃめちゃ重い黒になっちゃって、それだとね、さすがにね、違和感あるので、どっちかっていうと、ちょっと濃いめの、暗めの茶色っていうのを選んで、そう。池袋にショップがあるんだよ。普通にあれでも買えるけどね。通販でも買えるんだけど。ちょっと直接見た方がいいかなと思って。いや、好評でよかったね。で、昨日の夜、その、ウィッグをもう一つ、もう一種類ね、買ってたんだけど。その、似たような感じでどっちがいいかなってて。その、ウィッグを2種類セットしてて、まあ、結構多分この辺の、その、なんていうのかな。後ろ髪の方はもう出来上がってるんだけど、前髪はやっぱ人によってさ、長さ全然違うから、揃えなきゃいけなくて。だから昨日夜な夜なね、ウィッグセットと荷物作り、荷作りと、やってたら全然ちょっと時間なくなって、そう、超睡眠不足だったね。超睡眠不足で、新幹線も寝てたし、そう、いやでも寝たの新幹線だけか。てか新幹線もそんな寝てないかもな、あんまり。あ、そう、ほぼ寝てないわ、新幹線。結局、確か。で、終わって、6時ぐらいから、18時ね。夕方の6時ぐらいから、爆睡して、10時前に起きた。から、まあ睡眠、昨日の分の睡眠は取れたかなって感じですね。あ、そう、で、そのウィッグのセット、で、前髪も切って、で、ちょっとスプレーかけたりとか、整えたりっていうのも、して、で、それで、で、私前髪昨日長いって言ってたから、自分の前髪も切って、で、その辺の髪の毛セットするときは、洗面台に、キッチンペーパーとか、あとは、ラップとかを敷いて、で、もう一面に敷いて、で、全部まとめて捨てるみたいな感じで私はやってるんですけど、その大惨事だったね。なんか、いや別に片付けが大惨事じゃなくて、見た目がなんか、あれ？なんか呪術したかなみたいな。なんかそういう呪いをかけたみたいな量の髪の毛がさ、まあそりゃそうなんだけどさ、金髪黒茶色の 色とりどりの、こまごまとしたね。あと、その抜け毛もひどいから、そのウィッグはね、ブラシ通すと。そうそうそう。すごいことになってました。まあでも、おかげでね、今日は焦らず準備できたのでよかったです。明日はね、お絵描きか、似顔絵と、帰りプロデュースと、あと最後ご挨拶っていうので。なってます。また使う機会？どうだろう。今回すごい好評だったから、もしかしたらまた別のね、今回のその茶色のウィッグがすごく出来が良かったので、前髪も綺麗に切れたし、ちょっともう一個の方ね、前髪ね、ちょっと変なになっちゃったんだよね。そう、中を透きすぎちゃって、なんかここだけ段で短くなっちゃって。そうなの。まあ、ちょっとそれはセットでごまかせるかどうか。そうそうそう。それはね、黒髪ロングで中インナー、黒髪ロングストレートで中インナーがグレーっていう、またちょっと違った感じで。そう。まあ、一応それもね、まあ、黒髪ロングだから、まあ、こっちにもするかと思ってたんだけど。
意外と茶色の方が 合ってたので、そっちにしたんですけど。ね、カイリにそのウィッグ見せたら、え、じゃあこれ、カイリのプロデュースの時につけてとか言いそうだから。よろしくお願いします。歌われたのに。まあ、なんかで使えますよ。それこそオンラインおしゃべり会とかね、また、ウィッグ使ってもいいなと思って。まあ、オンラインってほら、ここしか画角映らんやん。だから、どんなにね、服を凝っててもね、そんなにね、影響がないんですよ。見えないからね。わざわざ、立って、見せてって言うほどの時間もね、余裕ある人の方が少ないですから。だから、あんまりね、お洋服というよりかは、どっちかというと、もうここだけで、見てわかる方が面白いからね。いや、でもちょっとファッションウィッグはね、今後もこういうなんか、どんどん使っていきたいなと思いましたね。思ってた100倍ぐらいセットも、他のコスプレ用ウィッグに比べると楽だったし、で、映えが良かったし。いろいろなんかインナーだとか、ショート、ベリーショートとか、ウルフとか、だからその、もう、10分とかでどうにかならない、なるようなものじゃないもの。ロングとか、あとポニーテールのバンスとか、結構何でもできそうだったね。ね。いや、ウィッグはね、つけてると結構きついんですよ。つけたことある人はわかるかもしれないですけど。ネットかぶって、で、そのネットがね、めっちゃ蒸し暑いし、こもっちゃうし、ネットも暑いし、ウィッグ自体も分厚いので、結構ね、で、頭も締め付けられるし、結構まあ、簡単ではないので。頭かけないからね。かゆくなってもかけない。まあちょっとケモフレの舞台はウィッグなので。まあそれの旅行演習じゃないですけど。そんなつもりではやってなかったですけど。まあそれにね、近い形になりましたね。でもみんなすごい楽しんでくれてよかった。後ろでも。楽屋でもみんななんか、ああ、すごいみたいな。そう。で、4期は私のさ、髪長い時なんて知らないからさ。誰みたいな。面白かった。え、誰とは言われてないけど。その、感覚、顔がね、え みたいな顔だった。そう。いや、楽しかったね。そう、だからウィッグ全然必要であれば貸すので、いくらでもある。いくらでもあることはないけど、まあいろいろありますからね。いや、まずちょっとなんかファッション用ウィッグは本当に良かった。メルティーココっていうんですけど。あれね、いろいろバリエーションあってとってもいいので、参考にしてください、ぜひ。どの髪色が自分に似合うとか試せるからな。あれやったら。で、今日の髪色はすごく合ってたね。黒髪ではないけど、濃い茶髪みたいなのは、まあ、服が黒だったってのもあったんだけど、いや、思ってたより合ってたな。びっくりしちゃった、自分でも。全然そんぐらいの、ちょっと中途半端めの茶色でも全然いけるんだな。いろいろ試したくなりますよね。それこそ、赤髪がいいのか、青髪がいいのか。まあ、なんかそんな、青鬼か赤鬼かみたいになっちゃったけど。
以上。ね、すいません。ちょっと聞き苦しかったかもしれませんが。お付き合いいただき、見ていただきありがとうございました。明日のおしゃべり会もよろぴくみん。よろしくお願いします。1603日。逆から読むとミームイーですね。明日はちょっとね、遅い部ですけど。よろしく。13位、犬くん3、12位、新一郎さん、11位、米沢二郎さん、10位、日野日野さん、9位、睦月さん、8位、新一さん、7位、太郎さん、6位、突破球さん、5位、高さん、4位、道後さん、3位、ひゅうりげたさん、2位、ひさきさん、1位、埼玉高校野さん。ありがとうございます。今日おしゃべり会に来てくださった皆様もありがとう。ということで、じゃあ皆さんゆっくりお休みください。今日は一日お仕事、学校、部活、家事、育児、その他もろもろお疲れ様でした。また明日、おやすみ村ー。どこだ、カメラ。カメラここか。バイバーイ。